皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日はチャンネルアイコンを変えようということで、うちのチャンネルのアイコンがあるじゃないですか。この写真ってなんか冬っぽいんですよね。このふわふわのコート着てるんで。けどもう4月になって気分も変えたいし、新しいものにしようかなと思うんですよ。で、実は先ほど家の中でこのね、ストロボプロフォト A1 っていうやつを、よいしょ、これで使って撮影をしたんですね。で、結構たくさん撮ったので2枚選んだんですよ。だからいい方を新しいアイコン画像にしようかなと思うので、いいねボタンで投票してもらって、多い方を新しいアイコンにしようかなと思うので、ぜひ投票していただけると嬉しいです。今日はそれを、まあ、見たいかわからないんですけど、あのね、この撮ったままだとちょっとあれなんで、いろいろとね、この少しね、写真をね、盛ろうかなと思って、あのいろいろちょっと綺麗にして、2枚お見せしようかなと思うので、その過程もお見せしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、今回はこちらのプロフォト A1 を使っていきます、ね、買ったんだけど全然使っていなかったので、この機械に。で、これを三脚にね、つけていきたいと思います。はい、ね、これ三脚につけて使ったことなかったんじゃない？喋ってほしいんだけど、じゃあね、質問してるんだから。独り言じゃないのそれ？え？独り言じゃないんだ。違うよ、聞いてんのそれ。聞いてるんだよ。あったんじゃないの？あったっけ？あったと思うけど、まあ、いい。はい、では設定をとりあえずこんな感じで撮っていきたいと思います。 ISO100 160分の1秒、 F5.6 です。まあ、どうなるかわかんないんで、これで最初に始めていきます。私撮影でやるんだけどさ、これをね、後ろに置いてね、隠れるような感じでね、撮ったりよくしてるんでね。隠れてる、隠れてるよ。暗い。いや、明るくはなってる。うん、やっとしてるけど。そうそう、でもさ、これは動画はあれだ、早回しにしても声はなしだな。使えるところだけ使うしかない。
はい、撤収します。撤収します。ではまず最初はこちらカズさんが選んでくれた1枚です。こちらを直していきますね。このゆがみツールっていうやつを使って、顔、私顔が主な顔なんで、これをちょっともう少しね小さくしたい。で、幅を増やした方がいいです。あと唇がすごく薄いので、これは厚くしていきます。まあ、やりすぎると詐欺になるので、これぐらいにしておきましょう。で、あと歯をちょっと白くしていきます。これはですね、私もアクションでこういうのを登録しちゃってあるので、はい、こんな感じになるんですけど、ちょっと具体的なやり方はまた後日紹介しますね。あんまりやりすぎると詐欺になっちゃうんで、これぐらいにしておきましょうか。はい、では2枚リタッチ終了しました。こんな感じにしてみました。まあ、そんなに変えてしまうとあまり大げさに、まあ、やろうと思えばもうちょっとできるんですけど、うん、あんま詐欺になると困るかなと思うので、このくらいにしておきたいと思います。カズセレクトのこっちの写真がいいと思った人はカズセレクトという方にこちらのボタン、いいねボタンを、両セレクトの、こちらのちょっと横向いてる方の写真がいいなと思った人は両セレクトの方にいいねボタンを押してください。で、ではまた今週中にしようかな。4月11日を期日にしたいと思いますので、4月11日中にこう押していただいたものをカウントして多かった方に、アイコンを変更したいと思いますので、ぜひ皆さん投票してみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったよとか、なんか役に立ったかなと思っていただけた方は、高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それではまた、お家で楽しめる動画私もたくさん撮っていこうと思いますので、お家でも写真を楽しんでいきましょう。バイバーイ。